恋沼久氏は、日本のゲームクリエイター、実業家、千葉県出身、公営テクモホールディングス代表取締役副社長、公営テクモゲームス代表取締役社長、国学院大学栃木高等学校を経て、東京電機大学理工学部情報科学科を卒業、1994年に公営に入社し、プログラマーを経て、戦国無双シリーズや、 ガンダム無双シリーズなどのコラボレーション作品などのプロデューサーを担当する。就職活動で公営を志望したのはゲーム業界の中でも財務が安定していて将来性のある会社に行きたい。公営は一部上場の会社に比べて規模では見劣りするかもしれないが財務指標も良くて余剰金もしっかりあるとの独自の分析による。2006年4月より執行役員として 役員に入り。多くのゲームソフトのプロデュースに携わり、同社創業者のエリカワヨウイチから、このゲームが良いとか、悪いとか、ここを直した方がいいとか、そういうことについて私とほとんど同じ感覚を持っているとして信頼が厚い。2021年6月発表の同社の優化、証券報告書によれば、役員のうち1億円以上の報酬を得ているのは、創業者のエリカワヨウイチ。 稽古夫妻を除けば犬間のみである。ありがとうございます。